ランキーです。アルバイト店員の川村美月です。バビです。12月25日クリスマスのオンエアではね、うちの店のクリスマスっていうとなんかね、マライアとかって感じじゃないもんね。そうですね。まあしょっぱいクリスマスの話と、あと犬デリカシーねえよなっていうかわいい、デリカシーない人間は困りますけど、かわいいところもありますもんね。そうですね、なのでちょっとこの、まあ、クリスマスにこういう選曲になってしまうというのがやっぱこの番組のしょっぱいところというか、でもこれでいいんじゃないですかね。いやこれしかできなかった、改めてこうクリスマスということでこういう節目に来た時にやっぱ自分の襟を正すというか、そうですね、そうです、ことが大切ですから、はい。番組にメールや TikTok 動画をアップしてくれた方にはオリジナルコースターもプレゼントいたしますので、どんどんご参加ください。スナックラジオは毎週土曜夕方4時からです。ご来店お待ちしてます。土曜日の夕方、サタデーナイトの入り口にラジオの電波に乗って1時間限定でオープンするスナックラジオ。店主はリリー・フランキー。時に香ばしく、時に甘酸っぱく、時にほろ苦い、そんなスナックにぴったりなトークが繰り広げられる店内。本日はどんな時間が流れるのでしょうか。リリー・フランキースナックラジオ。この番組は東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りします。土曜日の夕方に皆様の脳内でオープンいたしますスナックラジオ。クリスマスということで、メリークリスマス、メリークリスマス店主のリリー・フランキーですね。クリスマスにこの営業させていただけるというのはね、嬉しいことですよ。はい、この暦でいくと私たち元旦も営業なんですよね。はいはい。そして31日からのね、の年越し番組も生放送でやらせていただきますので、クリスマス、年越し、元旦と年中無休でね、この回転してるスナックラジオになりまして、素晴らしい、すごい、はい、みんなね、どんなクリスマスを過ごしているんでしょうかね。ですね。でもなんかこうバブル時代と違ってクリスマスだからって言ってバカ騒ぎしてるっていう感じの雰囲気ではちょっとなくなってきたかもしれないね。あとやっぱ24の夜ですよね、本ちゃんは。全くそれもなんか日本の文化だよね。そうですね。ああ、そうなんだ。え、24の夜って感じしない？確かに日本は24の夜って感じ。誕生日でもまたぎたがあるじゃん、そうそうそう、なった瞬間、なった瞬間、ね、クリスマスとはいえもう会ったこともない人の誕生日ですからねこれ間違いないまあでもちょっとね、皆さんがいい夜を今日もちょっと迎えられるように。バビオとなっちゃんが、はい、はい、お願いします、はい、クリスマスにね、クリスマスね、クリスマスだからっつってなんか特別なことをしてたっていう経験がさほどないですが、クリスマスとかにね昔ジャンソーにいて麻雀してて、でももうその時20代の子も後半ぐらいで、まあ、みんな仕事も大してない、そしてクリスマスなのにジャンソーにいる俺たち、まあ、当然みんな彼女いない、でももうそのことはなんとなく口にしない、っていうか、いやそんなの気にしないから俺はもう麻雀来ちゃってるしいつも通りみたいな気にしない体でやっぱりどっか心の中に今日はクリスマスがあるわけじゃん、そしたらそこのジャンソーのいつも言ってるマスターが、
メリークリスマスって言いながらちっちゃいケーキ配り出して、うわもういいよそれっていうさ、もうここでそのケーキとか出されたら俺らが泣きそうになるからみたいな。そうね、でもね、なんかそのクリスマスなんかそう恋人同士でいなきゃいけないっていうあの変なルールね、うん、それきつい、あれはいろんなものに乗せられてますよね。間違いない、なのでクリスマス一人でね、いっぱいあのスナックに行ってる人もいると思いますので、うん、スナックにジンギスカンさん32歳、僕には好きな人がいます。相手は年上の女性でスナックのママです。バーベキューをしたりママの自宅にお邪魔したりしています。一線を越えてから好きになってしまいました。ママはシングルマザーで中学生の娘がいます。とてもいい子です。しかし問題があるのです。僕の人間の小ささです。ママの過去が気になって仕方ないのです。僕は独身で結婚歴もなく子供もいません。ママを好きになってから僕とは違う男性との歴史を感じて嫉妬してしまうのです。30を過ぎてこんな気持ちになると思っていませんでした。周りのヘラヘラした男たちのように過去があるから僕たちが出会えたんだねなんて安い言葉を吐けません。何をしたらこの嫉妬心はなくなるのでしょうか。まあね、これはもう嫉妬深いお二人ですからね。そうですね、でもなんかさ、あなたたちのさ嫉妬とさこの人の嫉妬ってちょっと質が違うっていうか、全然違いますね。 あなたたちの嫉妬って自己愛じゃん、はい、そうねね自分でも分かってるよね。分かってる。この人の嫉妬っていうのは自分 の、 あの経験値よりも上の女性を目の前にした時に、自分がだって自分は小さい人間だって言ってるわけだから、でもね、こうやって、まあ、この人もこう嫉妬するっていうからぐらいだから、そのママのことを真剣に好きになったんだってこともあるよね。あとちょっと気になったのが、バーベキューをしたりママの自宅にお邪魔したりしています。一線を越えたから好きになってしまいましたってね。まあちょっといいなぐらいだったのかな最初はね、綺麗だなとか。一線を越えてから好きになることってあるんですね。それあるじゃないですか。ねえ、なんか男性って一線越えたら終了的な、そう、男性の方がそういうイメージ、ね、女性の方がちょっと気持ち入っちゃうとかありそう、いやそれは男の人もそうですよ。そっか、だから男の人で、いや一線を越えてから冷めたっていう人は最初からその気がないんです。なるほど、なるほどね。君たちが今までしてきた恋愛のようにね一線を越えたらもう終点だったの。のびさんの顔遠く見たね、あんまりね部屋の隅見ると呪音の子供が見てるから。年ちょっと怖いそれはね。なんかこういう、まあまあいいや、はい、年奥に引っ張られちゃったでも今後ね、これがまた、でもさ、ある意味さ、スナックのママでさ、そこで通っててね、そういう関係になるっていうのはスナックに行くにもちょっとファンタジーだよね。確かに、またお仕事が、俺もこの間いずれゲストに来るとは思いますけど、あのよく行ってるスナックのに行ってきましたけど、まあそのママも大したママですよ。ちょっとね、そのママを今度呼んで、あのちょっとあなたたちの教育をわーしてほしい。してほしいね。もう70いくつですけどもまあ面白いですから、してほしいです。だからね、ちょっとこのでもこういうスナックのなんかこういうほのかな恋っていうのはいいよね。いいですね。ね、ちなみに不倫とかじゃなくて、相手に彼女がいる人とか好きになったこともあるでしょ。私はないですね。ある。あるよね。ある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 。好きに。好きにはなるよ。だってこう。好きにはなる。ないんですよ。プライド高いから。あ、相手に相手がいた。あ、じゃあいいよ。そう。なんだろうな、そのなっちゃんのプライドの高さが、なっちゃんの可能性をものすごい狭めてるなっていうのは、オールトバービーはすごい気づいてるんですよ。そう。
多分リスナーの人もそうでしょうけど、多分傷つきたくないんだよね。そう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 、それなんですよ。もう傷ついたんでしょ前に。傷、そんな気づいてないな。だからあ俺今まで、結構あの人のインタビューとかする、女性とかにするときに絶対聞く言葉が昔あって、はい、今まで付き合ってる人とか好きな人に言われて一番傷ついた言葉何ですかって。その話してましたね、うん、何でしたっけ、そのインタビューで印象に残ってる最後に言われたって。いや、漠然としすぎて俺が何の話をしたのかな。その話になった時にグラビアの方かな、うんうん、が、うん、20年ぐらい前に、ね、その活躍してたグラビアの人が、うん、その彼氏がプーで、うん、彼氏がプーで、その一緒に住んでて彼女が、まあ、ちょっともう結構売れ出して、うん、でも彼もプーだからさ、なんかあんま気持ちよくないわけよ、うん、そうか、でもお前って結局胸だけだよな、あーそれだって言われて、でもその彼女も大したもんで、あんた何にもないじゃん、間違いないで殴り合いが始まったらしい。殴り合ったんだ、ね、すごい聞きたいんですけど、かっこいい、プーっていう、うんあのよ、まあ、紐とか、うんうん、プー太郎とかあるじゃないですか、うん、あれって何なんですか、お小遣いあげるんですか、うん、プーのカテゴリー、うん、何これ、そうあのどっからがプーあ、なるほどね、例えばさご飯行って私がおごったらもう紐とかプーとか、それが日常的だったらそれはもう紐じゃないですか、もうご飯おごるだけで紐、常にだったらじゃない、うん、あそう、うん、家賃もバービーが払ってたら紐ですよね、うん、でも家賃は半分半分だけど仕事をしてなくてずっと家にいたらプーですよね、うん、それはプーか、なるほどね、うん、そのプーの線引きが気になった、プーと紐が今の私のとこあれプーかな紐かな、あどっちやプーか紐かな、面白い、紐&プーっていうのもあるからねノブ&フッキンみたいな、マジか、紐&プーもあるのか、紐&プーもあるから、そっか、うん、そっか、何回曲だったよ、クリスマスか、お金ね、お金ねってクリスマスか、お金ね、クリスマスにお金の話してる三河健一さんかな、お金をちょうだいって曲ね、お金をちょうだい、そう、もうまあだからそういろんな環境を生産するのにこの歌詞はね、別れる前にお金をちょうだい、そうしたそういうことを言われた方があんた楽じゃないっていう、あもういっそ間違いない、うん、じゃあ三河健さんでお金をちょうだい、これクリスマスにかける曲かな、うちらっぽいうちらっぽい別れる前にお金をちょうだい、あなたの暮らしに響かない程度のお金でいいわ、そのお金でアパートを借りるのよ、あとは一人でなんとかするわ、我慢さえすれば生きてゆけるわ、一人だって生きてゆけるわ、別れる前にお金をちょうだい、その方があなただってさっぱりするでしょう。いいね、クリスマスにこの曲を聴いてるとぐちゃぐちゃに潰れたクリスマスケーキの映像が浮かんできましたねはい、二人はさ、まあ、バービーは動物好きだけど喘息あるからね、家に動物飼うってことができないし、うん、なっちゃんもまあ実家には犬がいるだろうけど一、ね、人がぐだりしては飼えてないでしょ、はい、これね犬あるあるなんですよこれ、はい、マルルさん42歳、夫婦だけの秘密について、私は柴犬を飼っているのですが
夫婦の夜の営みの時に犬も興奮した面持ちで必ず妻を舐めに来ます。この行為をやめさせるべきでしょうか、それともとしてもっと育て上げるべきでしょうか、ご指導お願いいたします。その猫の手も借りたいっていうね、あの言葉ありますけど、もうこれね、犬ってさ、はい、本当にね、これ多分犬飼ってる人よほど広いね、うん、部屋とかじゃなくて、犬もベッドも同じスペースにあのいるっていうのは、犬ってねすぐしてると集まってくるんだよね、やっぱり。なんか知んないけどやっぱグルーヴ感じちゃってるんだ、ね、多分ね犬だから、ね、犬はなんか人間の3歳児4歳児ぐらいの知能があるって言われてるけど、うん、整形になるとなんだけど、やっぱ人間と一番違うのはデリカシーがないわけみたいな、かわいい、ちょっと隅っこでご評判に預かりますすぐ集まってくるから犬、確かに犬のなんだろう、あのデリカシーのないところがかわいいんだけどかわいい、そうっていうかね、あ、そうだそうだ、うん、あのね、うん、あ、同じマッシュで幼なじみ住んでんだけど、うん、同い年の、うん、その子が犬飼ったのよ、うんうん、チワワを、うん、どう見てもチワワに見えないんだけど、チワワって言い張るのね。いや、なんでチワワわかんない、でどう見ても成犬なのに赤子って言い張るんだけど、うん、でその犬が私のことめっちゃ好いてんの、うんうん、なぜかわかんないけど、私が歩いた後めっちゃ匂いだけで私の方ついてきたり、うん、で私とその幼馴染を何で区別してんだろうねみたいな話になって、うん、お互いパンツを脱いで、うん、2人ともね、うん、違う部屋にパンツ置いたの、うん、でどっちにこの犬が行くかなって、いやお前警察犬の訓練それ犯人に探すやつだよいや行くかなって犬話したら、うん、真っ先に私のとこ行って、うん、後で動画見る、うん、もう私のパンツを使用済みの、よしホームページにその動画あげようかちょ犬まっしぐらだったの、まっしぐらでもうベロッ、もう食べてたのパンツを、うめえみたいな姉さん味濃いっすねみたいな、姉さんみたいなだって最高っすみたいなそれで別にさ、選ばれたからっつってなんか嬉しかないけど、飼い主の幸男としてみれば面白くない、ね、そう面白くないし、その後の犬めっちゃ歯磨きしたって言ってたそうかなんでバビのパンツ、そう、まあこれは犬寄ってくるんで、これもうこれ来るなっつっても来るから、うん、でやめさせても見るから確かに、うん、でも前にさ、なんかタモリさんがなんか、まあね、人間は変態にならないと退屈だってね、うん、こう名言をおっしゃってた時に、でもね犬だってもうそこそこ勉強してきてるってあ、なるほど、うん、例えば公園でねイチャイチャしてるカップルをそのベンチの後ろの木陰から覗く人間はいるじゃん、うんうん、ね、だから人間は変態なわけじゃん、うん、犬は犬同士がしてたら集まってくるから、そこにお、何してるんだみたいな、犬で犬同士があの乳くれ合ってる時に木陰でずっと覗いて、うん、あの犬が出てきたら犬はもう一個レベルアップするって、なるほど、もうそろそろ犬もね覗き出すよ、犬も覗き出す、犬は頭いいから犬って犬のふりするからね、あ、わかる、それはわかるかも、うん、今犬のふりしてるなとか、え、前になんかうちにいた頃がさ、うん、綺麗な人がさうちに来ると犬のふりする話しなかったっけ、はいはい、すんなよ、うん、なんかもうその3階に俺の家が あって2階が事務所だった時にさ、うん、まあ、事務所にさいろんなさほら綺麗な人打ち合わせ来たりするじゃん、うん、でなんかまあその時はもうずっともう完全に男しかいない事務所だから、うん、でもうコロもオスだったからもう完全もうオスの一番の後輩みたいな感じなの、はいはい、うん、ほんでなんかこう打ち合わせに来た可愛い人とかがいたりとかしたら超犬のふりするわけ、あとか言ってその人の膝にバーンとか乗ってなんかおっぱいとかも手でムギムギムギューとか押してなんかもう本当になんかあのなんか顔とかベロ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 舐めて、はいはい、でその人たちが打ち合わせ帰っていくじゃん、はい、そしたらあれからお前今犬のふりしてだろって言ったらこれがチラッと見てさせん喋ってる、もうさせん、友達すぎ、バレちゃいました、喋ってるあと俺がいない間にあのすごい好きなぬいぐるみに抱きついてレバ刺し出してた話もしたよね、あーそれはねよく聞くわ、うん、レバ刺し出してた話をラジオで使ってもらえてるかどうかちょっと記憶にないですけど、はいはいはい、だからね犬ね分かってんのよ、うん、犬分かってるし犬はね寄ってくるんで、はいはい、だってさもう
寄ってくんなってさ、俺もさコロがいた時にさ寄ってくんなってベッドに何回も下ろしてることで、うん、ちょっともう自分のテンションが慣れ始めてくるから、ね、だったらもうそこで見てろもういい見るのはいいから、うん、そうね、はい、動物飼いたいけどね、うん、ミリーさん飼ってよ、うん、ミリーさん飼ってよ、いや私自分が飼えないから友達に飼うことをおすすめしてる、いつも、うん、会えるじゃんそしたら、ちょっとのは大丈夫なんだ、そう、うん、なっちゃんはなんかまだね今ペット飼ったらペットに対してイライラしそうだもんね、余裕が気持ちに余裕がなさすぎてそうかな、うん、やっぱね動物もちょっとねそのもう今でも今は犬よりも猫飼ってる人が多くなったのかな、そうですね猫派多いな、うん、猫の方が手かかんないもんね、散歩連れていかなくていいから、うん、といていい、うん、猫は集まってこないんだろうね、猫はそうですね、あそうなんだ、うん、猫は集まんないね、へえ。もう一番怖いのがあのよく森でさ、うん、森の中で死にかけてる動物がいるじゃない、うん、それって森の動物たちは全部木陰で見てんのよ、あなんか聞いたことあるで、ね、うん、で完全にその動物が死んでからのそ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 集まってきてバリ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 こう、あそうだから弱い動物ほどずっと木陰で見てるんですよ、なるほど、うん、だから犬何匹猫何匹とかすごい多頭飼いしてる人いるじゃん、そいつらが全員見てたら嫌だよね、一匹ならこっちもいいよって言ったのに十何匹がずっとさもう相撲の砂かぶりみたいなところでさ見る、まあでもなんかそうやってあいつ見てたなとかあいつすぐ参加してきてたなっていうのもなんかいい思い出になりますけどね、うんうんうん、バビは今日クリスマスはどういう予定なんですか？まだ決まってないです、うん？うんだってえどうなってんだろう本当は、あの形通りのことはしないんですか？形通り行くんとしたら誰？俺のお腹すごくない？今うんうん今2足から3足4足に上がってた、うるさ今のおなクリスマスにこんなお腹を鳴らしてるかわいそうな子供ですよこれ、ケーキかマッチか売ってるねこの音を出せる人は、うーんうーんなんかめちゃくちゃおならじゃないお腹の音喜んでくれてるね、長すぎない俺もね人生今まででなんかもうモンストロングトーンだったけど、あれ今もう分かんなくなったもん、あれ今のお腹おならっていう、しかもさ最初に目が合った時のバビさんの顔がめっちゃ面白かった、どれとか言って初め人の声かと思ってた、めっちゃ怖かったこうやってクリスマスにお腹を空かしてる人がいるんだっていうメッセージですよ、みんな浮かれてる場合じゃないんだ、Do they not eat Christmas ですよ、じゃあそれにしようバンドやぞ、スナックラジオ。9月にリニューアルしたネスカフェゴールドブレンド、あなたはもう試されましたか？繊細に織りなす上質な香りとすっきりとした後味をお楽しみいただけます。お買い求めはお近くのスーパーやドラッグストアなどで。日本全国さまざまな場所にスポットを当て、普段気がつかなかった魅力を再発見していく耳で聞くフリーペーパー、アポロステーションドライブディスカバリープレス編集長のホラン千秋です。日常の中のちょっとした楽しみを私と一緒に探していきましょう。アポロステーションドライブディスカバリープレスは日曜お昼12時から。リリー・フランキースナックラジオ。はい、ここからお聞きの皆様いらっしゃいませ、スナックラジオ店主のリリー・フランキーです、今日のアルバイトはなっちゃんとバービー。はい、はい、メリークリスマス。メリークリスマス。心がないね
ニコさん28歳女性の方、このバビがこうこの間話してたやつとね、なんか似てますけど、先日腕と太ももとお腹、体全体が理想的なムチムチでとても好きな服装をした男性が歩いていて、ワオとなりました。めっちゃ好きになりました。その人はいつも行ってるお店の寡黙なパン職人さんで、なぜ今まで気がつかなかったのだろうとちょっと後悔しています。あの人に愛する人はいるのかな、聞くにも勇気が出ない悶々としてる今日この頃です。皆様は超理想的な男性異性が現れた時どうしますか。バビはワオでしょ。もう私はすぐですね。でもやっぱこの人はちょっとコロッとしてる感じがいいんだね。ね、うん、腕太ももお腹、そしてそのムチムチで、ムチムチな人で好きな服装してる。あ、なるほど、うん。でもこの人の場合話が早いのはさ、いつも行ってるパン屋さんの職人さんだったから出待ちができるじゃん。確かに、うん、ね、確かに手紙も渡せるし、はいはい、話もかけられるし、はいはい、うん、バビみたいに通りすがりの人に手掴んでワーオって言わなくてもいいんだから。間違いない、うん、いやめっちゃいいな。いや私もちょっと久々にパッション感じたいなでもさ、この人は、あ、よく考えたらあれパン職人さんだったって店で見るときには分かんないけど、私服になった瞬間にはうう、ね、あ、こういう体型でこういう服装なんだと思ってグッときたって、はいはいはい、うん、あ、 なんかあるよね、ちょっと見逃してたっていう。あるある、めっちゃわかる。なんか急に声ハリンハリンになってる。最近私それ今起きてんの。ん、今までね、うん、まあ2年前ぐらいから周りがあの人かっこいいよねって言ってた人がいたのね、うんうん、私全然もうノールックだったの、その人に対して、うん、そうみたいな、別にじゃないみたいな、うん、でも周りの人がかっこいいって言ってたから、もう普通にかっこいいんじゃないの。いや、そのかっこいいが顔がかっこいいじゃなかったのよ、みんなが言うかっこいいって、うん、なんかあの人、あの、その女の子が言ってるだけじゃないね、男も言ってたから、なんかあいつかっこよくない、うん、っていうのは2年前から聞いてたんだけど、うん、私はその2年前はこの顔のパーツでしか見てないから、うん、別にかっこよくない、そんなイケメンかなみたいな感じだった、うん、言ってたんだけど、うん、今やっとその良さに気づいちゃって、うん、でもお前のさ、その感じってさ、お前単純だから周りのさ、かっこいいかっこいいとかさ、あの言ってるのがどんどん刷り込まれていってるとか、よく夢に出てきた人好きになるようななり方なんじゃないの。あ、そういうこと、うん、でも気になっちゃってるのよ、周りの人がかっこいいっていうか。あ、そういうことなのか、性格とか。でもそんなにさ、発見があるってことは、うん、まあまあ頻繁に会うってことじゃん。いや、それ会ってなくて別に、うん、興味もないから。で、この間久々にこう、そう、何人かで会った時にかっけーってなっちゃって。何きっかけでかっこいいと思っちゃったの。ね、絡まれたのよ。どこで。お前そ、どう、いつそんな V シネみたいな状況になるの。その絡まれるみたいな。いや、なんか普通に隣の席の人に絡まれたの。あ、何や、なんかバーみたいなとこで、うん、で、なんかそれは、それは女性だけで飲んでたわけ、バーみたいな。じゃあその男子たちが絡まれたの、うんうん、男同士で、うんうん、うちらは別に、うわ、なんか喧嘩始まったみたいな、あ、その時のその人もブチ切れたのね、うん、今まで優しかったその人が、うん、超かっこよくて、その人から、何つってたのその人。え、なんか、おい、クソワギエつって、うん、みたいな、もうずっとそこにいるらよつって行って、とりあえずみんなを出して、その人だけ、一人だけでそのバー戻ってって、うん、超かっこいいな、いないみたいな、うん、その人バーに入った瞬間スライディング土下座でした。さっき、すいません、すいません、いや、なんかもうかっこいいと思われたいばっかりにみんなの前であんな感じのこと言っちゃってでも、もうお金もういい、これこんだけ、こんだけしかないんだよどうする、そうだったら。そして、そして階段上がっていって、バービーたち外で待ってて、うん、襟立てながらさ、ごめん遅くなって、あ、でもそれでもかっこいいかも。いやいや、おかしいかっこいいかも。おかしいよ。今日はあれくらいにしといてあげました。しといてあげました。なんかバビー、そういう V シネエピソードに乗ってくるとかっこいいで言い出すもんね。そうなんだ。だから顔面かっこいいか V シネ系かどっちか。うん、いつも V シネ系どっちかですね。うん。そうね。最終的に頼りになるのはね、顔じゃないもんね。そうなんですよ。やっぱ小沢仁志さんみたいな男気みたいな。いや、本当に。でも男気は本当そうだね。うん、マジで、なんか最近の若い男の子根性なくない？いや、うん、もうないよね。同世代がもうみんな女子しか、女子が強かった。いや、ほんとそう、うん、本当に根性入ってない、うん、どういう時に同世代の男たち根性ねえなって思うわけ。なんかね、文句が多い。
仕事に対しても、うん、ああそうだね、愚痴、うん、愚痴が多い、うん、やれよみたいな、女の子の方が現実的じゃない、そう、なんかそう人のせいにしがちな年代だもんね、そうなの、うん、でこのなんか20後半から30ぐらいのかけての男の子のあれ何、あの独特ななんか、なんか成功してない人の、あの自意識が高いのよ、だからその仕事がうまくいってない自分を肯定できてないっていう、そう、だから成功してる人たちを見てもあいつらあんなことで成功しやがってって能力がない、そう、だからなっちゃんがいつも感じてるフラストレーションと一緒じゃん、なんであの子が売れるのかしら私が売れるべきなのにみたいな、そんなことないですよ、はい、なんかそう、そういうのが多い、うん、なるね、わかるわかる、でもまあね、20代後半ってやっぱ、うん、それは多かれ少なかれそのまだね、その道の途中の男子はみんな一回落ちる病気だよね、ああそうなんだ、自分のことを自己肯定するために周りを否定しなければいけなくなっちゃう、うん、そう肯定する材料がないから、なるほど、うん、ごくごくごくにんまり、うん、でもさ、なんかこの若い時って何かやってからさっていうのもあるけど、なかなか何をやっていいかがわからないっていう時期なんだもんね、うん、でそしてなんだろう、周りの人がある程度一人前になってるのにアルバイトをしてる自分が見られたくないとか、うん、なんかすごいそういうなんだろう、見栄というかさ、うん、そういうものが肥大していくじゃない、でもなんかね、そういう見栄って俺みっともないと思うのよ、うん、アルバイトしてるとか別に金がないんだったらそれはそれでいいじゃん、そう、だからなんだろう、実際にさ、まあ身近な人間からすればさ、人がどんだけインスタでさ、こういうさリア充やってますっても、うん、どれだけカツカツの生活してるかも分かってるわけで、うん、だから見栄っていうのはさ、なんかこうそういうところに貼るもんじゃないと思うんだよね、うん、うん、だからなんかいかにも金持ってそうに見せるとか仕事うまくいってそうに見せるっていうことよりも、見栄っていうのはさ、なんかサラ金で借金してさ後輩におごってあげるような見栄はいいけど、うん、いいね、うん、なんかね、自分をよく見せるための見栄なんか本当に見にくいよね、でも人間は若い時そういうふうに思うものだから、まあ、一概にそう思う人否定できないけど、もかけたかもしれないけど、お金を頂戴かけてちょっとお金の曲あったんで、この歌は正直ですよ、これね、この人も西条ロックさんって言ってね、うん、あのまあ、流しの亭の歌なんですね、うん、3つで500円、3つ目3曲で500円ですって、うん、安いじゃないですか、うん、まあ、何でもやらせてくださいっていう曲、もう見栄がないでしょ、ま、うん、っすぐですよこれもね、聞きたい、はい、西条ロックさんで3つで500円、いかがでございましょうか。三つで500円でございます。レパートリーを申し上げます。小歌、ハウタ、長歌、ドドイツ、歌謡曲。ある前鎮単語から今治年たる単語。シャンソン、オペラにウエスタンからラテンオミュージックまで、三つで500円でございます。いかがでございましょうか。ガキの自分に捨てられた捨てられた、母を訪ねて幾万里、バカな流しです。うちじゃ娘が待ってます、待ってます。腹をすかせて泣いてます、泣いてます。
妻は逃げました。三つで500円でございます。ご希望とあれば踊らしてもいただきます。花やぎ流です。お茶は表千家に裏千家、お花は二小流、剣を取れば新影流、杉山流を習得いたしております。三つで500円、そちらのお客様、またこちら様、いかがでございましょうか。生まれ東北山ん中森ん中。はいね、こういうこの人のレパートリーだったり、この人の芸事のレパートリーとかもう幅すごいじゃないですか。それなのにね、はい、でもやっぱこうなんか流しをやりながら3つで500円、この謙虚さといい、この正直さといい、うんね、君たちもこの西条六さんこの3つで500円から勉強すること多いですね。はいはい、見栄を張ってはいけませんよ。はい、そして途中でピーってありましたね。ピーってなってた、うん、でもあれはね、もともとはあそこに歌詞あったんですよね。最近かかったのか多分ねって言ってたんじゃないのかな。さんが言えなくなっちゃったのかな。あ、そうなんだ。ダメなんだ。その類のやつだったと思う。このラジオに似た曲ですね。P が P がある。はい、クリスマスにかなり Do they not eat Christmas 以外はなんかお金に対してしょっぱい曲ばかり、はい、やっぱお金のことはこういうことをね一回考え直す時間としてはクリスマスはいいんですよ。クリスマスにお金のこと考え直す。お金、お金ね、このなんか価値観、価値観とか、このお金で苦しんでる人もいれば、はい、お金のことで嘘をついてる人もいるという、なるほど。はい、この時間は君が次に好きなもの TikTok の提供でお送りします。はい、それでは TikTok のコーナーです。バビオさん、今日の映像はどういう感じ。動物コレクションです。動物コレクション。そうです、あの動物コレクションって TikTok ですっごいいろいろあるんですよ。うん、もうお宝映像だらけなので、まあとにかくさ、俺この間めっちゃいかつい人がさ、うん、なんか近所の方に座ってて、はい、なんかその人がなんかすんげえもう眉間にしわ寄せてさ、なんか見てるからチラッと覗いたらなんか TikTok の動物の映像とか見せた。やっぱもうみんなやっぱ動物に癒されてんだね。いや、それはわかるかも。でも犬はデリカシーないよ、言っとくけど。すぐ集まってくるから。はい、じゃあ一番最初まず見ていきましょうか。はい、はい、食べるのか。カバが大きなスイカを食べてる映像ですね。割れないぞ。さあ、わわわわ、すんごいでっでかいスイカをカバが食ってる。はい、いや割れないわけないよ、だってカバのこの歯の圧力って何トンもあるからね。え、どんなもんでも割りますよ、カバは。カバが一番強いとか言いますもんね。カバとかサイとか意外と地味なやつ強いのよ。うん、さすがにさ、キリン飼ってるとかさ、いう人は聞くじゃん、まだ。いるんだよね。日本でもキリン飼ってる人。カバ飼ってるって人いないね。いや、聞いたことない。聞いたことないですね。なんだろう、やっぱ半分水に浸かってる動物、生臭いからかな。あと池になきゃいけない。あ、難しいですね、環境的にね。うん、あとカバめっちゃ力強いからね。なんかあったら大変だね。うん、大変だね。でもカバ可愛いよね。でもカバ可愛い、まあなかなかこういうのも見られないですけど、じゃあ続いてですね、
すごいジャンプの霊長類です。なんだ飛んできました。とても可愛い。リリーさん、これリリーさんなんていうか知ってますか？すごい険しい顔で見てますが、なんていう動物か知ってますか？こいつ、こいつ誰？な、知り合いみたいな。この子はですね、TikTok でも大人気なんですけど、ショウガラゴと呼ばれる霊長類なんです。ショウガラゴ。ショウガラゴ。リス？リス？サルかな？サル。リスザルとはまた、リス、え、サルだよね、サル。サルですかね、うん、サルか？すごい可愛い、これ。すごいね、今この子を下から来れるってすごいね。そう、うん。飼ってる方もすごい多いみたいですよ。ショウガラゴ。うん。可愛いですね。もう一匹下にいるね。え、そう、2匹飼ってますね。そいつも連れなんだ。かわいい。連れ連れ。いや、でもこの辺のさ、跳躍力があったりとかする動物を飼うのは大変ですよ。確かに。うん、もう、そっか、うん。はい。じゃあちょっと珍しい動物もご紹介しましたが、最後、猫行きましょうか。あ、猫。でもね、うん、猫、あの、普通の猫じゃないです。圧の。猫ひろしさんでもなく、圧の強い猫です。さあ、どうですか、この。この猫高そう。まずですね、この白い猫ちゃんがこうやってね、うん、こうちょっかいかけますよね、うんうんうん、そしたらやり返すことはない。このさ、やられてる猫フクロウみたいな顔してる、うん、すごいいい顔してる。でもこの顔ですよ、睨み返してます、うん、やった猫も圧に負けちゃうっていう、うん、すごい顔してます。完全にこのやられた方の猫はのもう眼力おじきって感じの目ですね、うんうん、目つきしてる。今日は会3代目ですよ。癒される。癒されますね、うんうんうん、いいですね。では、今日ご紹介したおすすめ動画は番組 TikTok アカウントにあるいいねリストからご覧いただけます。そしてこの、ね、TikTok のコーナー6月から、はい、はじめは4ヶ月でスタートしましたけどもね、4ヶ月の予定でしたが、はい、3ヶ月延長していただきまして TikTok さんに、はい、ね、ついに今回で終了となりました。はい、いや本当ね、お世話になりましたね。はい、ありがとうございました。そしてね、皆さんこれからも、TikTok でお気に入りの動画を探してみてください。この時間は君が次に好きなもの TikTok の提供でお送りしました。はい、クリスマスのね、夕方、これからね、ご家族、恋人、友達、またお一人でっていう方もいらっしゃるでしょうけども、はい、うん、まあ何にしてもいいクリスマスであってほしいですね。そうですね。はい、この番組もね、また年を越せるということがもう何より。そして年内は、次の通常放送は元旦となります。はい、クリスマスと元旦やるかね、この番組。そして何よりもね、大晦日生放送で、深夜23時から、明けの1時まで2時間生放送、はい、皆さんと一緒にね、まあ、でも皆さんと一緒にクリスマスと、うん、ね、年越し正月ができるって、もうこれね、家族よこれも。そうだ、その3つ一緒ってなかなかないよこれ。家族です、皆さん。恋人だったら1個かけるもん。うん、確かに、うん、絶対かけるね。ね、うん、うん、はい。そして年越し番組がね、もうあと1週間後となってますが、はい、生放送なんで、リアルタイムで皆さんからいただいた、うん、あのメールをどんどんね、どんどんね、まあバービーも危ないけど、はい、あのリスナーの方も相当危なくなってきてる。確かに、ね、生でいきなり見切り発車で読めないっていうのがありますけど、まあ俺もその場で読んでやられますので、はい、はい、うん、はい、それでは、次皆さんにお会いするのは、なので大晦日の
夜の11時ということですかね、うん、そうですね楽しみ楽しみ、うん、初めて大晦日にお仕事なんかあるの。おお。いやでもね、なんか大晦日で年越しのお仕事ってなかなかないですからね。ないですよね。すごい忙しい人になった気分。わ、うん、かるわかる、うん、嬉しいよね。嬉しい。 なんかね、うん、なっちゃんはでも大晦日別の仕事入ってるんじゃなかったっけ。あ、おそらくないと思います。あ、ノーワークでフィニッシュ。はい、そうですありがとうございます。良かったですね、これがあってね。そうなんです、ありがとうございます、うん、でもまあちょっと前からね、そのいつもはもう直前に集まってますけど、少し前に会ってね、みんなで年越しそばでも食べてからやる。ああ、いいね、うん、最高、うん、お年玉も何が欲しいですか。お年玉お年玉欲しいです。いやだってこれ親しきなきゃで、お金って失礼じゃない。いや全然失礼じゃない。いやいや、無礼でしょそれは。全然失礼じゃないよね。いやほら全然ね、その遠い関係だったら 200〜300万包むとこですけども、なんかね、いやそんな近い人にお金は失礼よ。モナカ買ってきますじゃん。モナカ。可愛い、ね、ノーマネーでした。ノーマネーでフィニッシュ。ノーマネーでフィニッシュですね、今年も。そして来年も。来年も。アンドネバー、アンドエバー。おしゃれ。はい、はい、またね。じゃあちょっと年末のこともあるんで、もう一回、ね、はい、お便りの宛先を。はい、じゃあその年またぎの生放送でも、メッセージ募集してますが、スナックラジオではお客様からのメールを募集しています。誰にも言えない夫婦の秘密、これは何なんでしょうか、あれは何だったんでしょうか、想像できない人生シリーズなどなど、何でもお待ちしています。スナックラジオのホームページのメールフォームからお願いします。そしてオーディでは番組のスピンオフ、閉店後トークや番組レポートもありますので、ぜひチェックしてください。はい、そしてちょっとね、さっき言い方が悪かったかもしれない、ちょっと混乱されないようにちょっともう一回言いますと、年またぎ生放送であって、それまあ元旦にも1月1日にもなるわけじゃないですか、はい、なんですけど、その通常の1月1日の夕方4時からもやりますだからまたいでるけど1月1日に2回やることになってそういうことです。と一緒、ずっと一緒ネバーエバー。この曲大丈夫かな、かもすごいすごいちょっとなので、ちょっと皆さんとね一緒に年越し元旦のご挨拶などをさせていただきたいと思います。はい、まだね良いお年をというところですが、まだね、そうですね、もう一回会えますからね、うんうん、はい、それではスナックラジオ、今日のアルバイトは川村夏樹とボビーでした。リリー・フランキーでした。また来週大晦日です。明治新垣結衣のちょこっと健康を考えるクイズ。さてカカオポリフェノールがたっぷり入ったチョコといえば何でしょう。ちょこっと考えてみてください。たっぷりカカオポリフェノールですよ。答えは健康を考えるチョコ、明治チョコレート効果。明治新垣結衣のちょこっと健康を考えるクイズ。さて高カカオチョコレートにとって大切な要素は何でしょうか。答えはじゃん、大切なのはカカオポリフェノール。そしてカカオポリフェノールたっぷりなのは明治チョコレート効果。注目です。日本の心のふるさと伊勢の神宮、そのお札神宮大麻をご存知ですか。地域の守り神氏神様のお札とともに神宮大麻を受けられ、すがすがしい新年をお迎えください。神社本庁からのお知らせです。佐藤健です。ハーゲンダッツバニラ、一口食べると鼻に抜ける華やかな香り。実はこの口から抜ける香りを楽しめるのはあらゆる動物の中でも人間だけだそう。僕たちだけに与えられた贅沢をハーゲンダッツバニラで。グランジの富山です。マンボウヤシロです。スクールオブロックの校長と教頭だった僕たちが久しぶりに2人でラジオをやります。テーマは久しぶりの乾杯。皆さんの乾杯エピソードを聞かせてください。ぜひラジオの中で乾杯しましょう。キリン一番搾りプレゼンツ久しぶりの乾杯、放送は12月30日です。純なりさです。ジブラルタ生命ありがとう先生。番組でご紹介する先生からもらった大切な一言を募集中です。5000円のクオカードが当たるチャンスも。放送は月曜と水曜の朝7時19分。ありがとう先生。
お楽しみに。モッチーアットミュージックシャンプー。